ホルヘイ・ロペスは、キューバ・ハバナ生まれの現代音楽の作曲家。現在は、オーストリアのウィーン在住である。キューバのハバナに生まれ、生後すぐ、アメリカ合衆国のニューヨークとシカゴで育った。ミハエル・ギーレンが、オーパス1ランドスケープウィーズ・マートリダムを指揮して楽団に絶賛され、以後作曲の道に入っている。この作品は、ギーレンエディションに収録されている。 一人一段を要する巨大スコアと、長大な楽曲で知られている。デビュー時の名前は、ジョージ・ロペスだったが、現在は、同姓同名の別人と区別するために、ホルヘイ・ロペスと名乗っている。ジーメンス音楽賞若手奨励賞を受賞してからは、オーストリアではなくて、ドイツで評価が高い。ネオスからリリースされた、ソロアルバムムムジカビーバ、ボリューム25に2作。 コレギウムノブムチューリッヒが演奏したソロアルバムにも別の2作が収録されている。作品は米連ライター社とリコルギ社から出版されている。すでに還暦を迎えたが、送付の密度が超大かつ重厚すぎるため、1作に数年をかけて加速である。ありがとうございます。